私はここで死んだ。悔いを残してね。けどそれもあなたたちのおかげで晴れた。行っちまうのか。もう思い残すこともないから消えるしかない。最後まで付き合えなくてすまない。気にすんな。こんな姿になっても私は死後の世界は信じてない。そんなものがあったらみんな喜んで死ぬに決まってる。生きなさい、懸命に。行こうぜ、相棒。エリカのことがあいつをこの世につなぎ止めてたんだ。その思いがなくなれば消えるだけだ。KK もなのか。だろうな。目的は家族の蘇生じゃないのか。さっき言ってたろ、あいつにとって肉体は魂の器だ。捨て駒に過ぎない。戦わずに済む方法はないのか。ない。邪魔をするなら排除するだけだ。
何を見ているって言うんだ。知るか。同情はしねえ。だが俺が終わらせてやる。俺はあいつを倒すまでは燃料切れにはならねえよ。あんな奴を残して消えられるかよ。あの写真の家族のためにだろ。いい父親だな。まあな。中に入ったら引き返せないかもしれない。準備を怠るなよ。物資は補充できたな。ああ、行くぞ。ここもみんな消されたのか。どこかにあいつがいるはずだ。上に行ってみよう。奴らが何か仕掛けてきてるのかもな。おい、どうした？アキト、アキト、行くぞ。マリー、お前の本心なのか。惑わされるな。相手の思うツボだぞ。違う、違うんだ。アキト、しっかりしろ。一生懸命働いてさえいれば家族は守れると信じきっていた。でもな、久しぶりに家に帰ったら俺たちはもう家族じゃなくなっていた。息子は俺が渡したおもちゃをつまらなそうに見ていたよ。もうスーパーカーになんか興味がなくなっていたんだよ。ケケ、それでも俺はこの戦いから逃げない。守りたいものを守るためだ。
の人形は時間稼ぎすらできなかったのか。てめえ、肉体の死はただの事象に過ぎない。魂は肉体を離れてこそ本来の姿を取り戻す。死生観は自由だ、否定はしない。だけど独りよがりの妄想に人を巻き込むな。正しい導きはいつの時代も疎まれる。だが君もすぐに理解するだろう。肉体がいかに無意味なものなのか。マリン様だ！必要な量の魂は集まった。その全てを使い生と死の境界を破壊する。君の妹は最後の礎として用いられる。とても尊い役割だ。そんなことさせるか。教会が失われれば世界は一変する。私はそこにささやかな楽園を作るつもりだ。妻と娘の魂が永遠に輝き続けることができる。何が楽園だ。そうだ、素晴らしいことを思いついた。この娘にも楽園を用意してやろう。強い意志を持った稀有な魂だ。場合によっては新世界の導き手になれるかもしれない。新世界のマリア、いやイブか。お前の夢物語など何の価値もない。夢か。直接確かめたのか、妹の魂がこの肉体に戻りたがっているか否か。それはこの娘の包帯の下はどうなっていると思う。肉体に固執しても苦しみが増すだけだ。だからって。おい、惑わされんな。こいつを倒さなければ世界が終わるんだぞ。アキト、しっかりしろ。時は完全に満ちた。ここから世界が変わる新たな始まりの時だ。我が宿願が成就する。立て、奴を追うぞ。マリン、お前は何を。あいつの妄想に取り込まれるな。目を覚ませ。覚まさないならお前を切り捨てる。アキト、お前本当にこのまま。自分に勝つ。アキト、お前は邪魔をするな。よう、
確かめるのは怖えんだろ。妹の気持ちを。自分が命張ってまでやってきたことが全部無駄だった。その答えを聞くのが怖えんだ。あんたに何がわかる。わからねえよ。自分の家族の気持ちさえな。わからねえから確かめに行くんじゃねえか。ケケ、俺は止まらない。お前はどうする。僕も行く。マリに直接確かめるまで死ねない。戦ってるんだよ。分からねえ。分からねえ。もう何もなくなっちまった。だからって諦めたら終わりだ。何もしねえまま死ぬのだけは耐えられねえ。だから俺はここにしがみついてんだ。アジト、俺みたいになるんじゃねえぞ。自分に引導を渡すことになるとはな。ケケ、行くぞ。黄泉の国はまだ先だ。ああ、行こう。
成長してるじゃねえか。